はい、どうもお茶です。今日からね、不定期でねデビルメイクライやっていこうかと思います。いきなりデビルメイクライ1がねやりたくなって、でいろいろ探したらね PS3 で出てたんですよ。1から3が入ってるやつを。だからね、わざわざゲオまで行ってね買ってきました。1500円ぐらいで買いましたね。こんな紙ギがね1500円で買えるなんてね、相当お買い得だと思います。ということでデビルメイクライ1やっていきましょう。1が本当にやりたくてね、俺が小学校低学年ぐらいの頃に初めてねやったゲームなんですよね。ですごい怖くて、なんかねビクビクしながらねやってたのを覚えてます。で結構ねさっきねちらっとやったんですけどね、割とね結構やっぱ怖いですね、デビルメイクライね。ホラー色がねかなり強いゲームかなと思いますね。はい、まあ、特に1なんかはねホラー色が強いと思います。ここ飛ばせないのかな。あー懐かしい。あっけどやっぱ解像度がおかしいんだけど、解像度が、あれ違うか、これオープニングだけかな。本編はこんな、なんだっけ、なんてだっけ、ブラウン管、ブラウン管の解像度じゃないよね。いや、なんかブラウン管の解像度っぽいな。あすげえ、なんか昔のゲームって感じする。何これ、始めれね。あ、できました、できました。あ、すいません、はい、ちょっとねカットしてるかと思いますが、まあ、ちょっとぐだっちゃってねできませんでした。さあ早速やっていきましょう。これ一応ムービー見た方がいいのかな。But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. ね、ちょっと飛ばそうかなと思います。まあシナリオとしては、シナリオとしてはちょっと待ってね。このうるさいムービー全部飛ばしたから話すわ。はい、シナリオとしてはこいつが主人公で、ダンテって名前ですね。でダンテが、ダンテのお父さんがね悪魔で、でなんか、まあ、お父さんが死んじゃって、でこのダンテもねそのお父さんの悪魔の血を引き継いでクソ強くて、でなんかなんだっけな、なんかね誰だっけな、母親の仇を取るために何でも受けこなす便利屋みたいなのやってて、でそこに変なね女のやつが悪魔殺してほしいって言いに来て、でそういうね悪魔殺しみたいなことやってたら仇もね取れるっていうことでやってたって感じですね。はい、まあ、ちょっと説明分かりづらいけど、とにかくダンテは、いいやつです。はい、母親の仇だったっけな、確か母親の仇を取るために、はい、なんでもないです。もうとにかく母親の仇です、覚えておいてください、それだけです。この足音とかもなんかすごいバイオハザードっぽいですよね。デビルメイクライ結構有名ですけどね、バイオハザードの、なんだっけな、バイオハザードの、なんだろう、没作がデビルメイクライみたいな感じで、すごい有名ですよね、その話はね。さあ、非常にホラー色強いな、やっぱり。どこ行けばいいんだっけな。なんでこうゲーム画面はしっかりあれなんですね、16対、9じゃなくて16対9だっけ、しっかり地デジのね解像度なんですね。どこ行けばいいんだっけなこれ。ここだったっけな。あ、これ違うか、ここだったっけな。で、あ、そう、レッドオーブ、そうそうそう、集めてダメなんだよ、このゲーム。ほっ、あ、すいません、なんかね、レッドオーブ集めてたら、ここ行けるようになりました。そういうことだったんだね。最初集めてって感じなんですかね。さあ、すごいホラー色が非常に強いですね、ここら辺からはもう。このね、ドアの開け方とかも、なんか、昔のバイオハザードっぽいですよね。なんかこれ壊せんだっけな、いろいろと。あ、壊せますね。で、この劣等部っていうのが確かね、扉開けたりする際にも必要だし、自分のね、ことを強化する際にも必要だったような気がするんですよね、確かね。覚えてないけども。確かね、結構いろんな用途があるんですよ。あ、出た、このマリオネット。
まあ、ちょっとネタバレになるからまだ言いませんけども、お、この上行けってことですね。さあ行きましょう。鏡の中のマリオネットって言っていてね、はい、すいませんでもマリオネットって聞くとね、ちょっとねそれを思い出しちゃいます。あ、これか、これだ、これ、この光ってるやつ。古びた鍵、あー懐かしいな、これね。こうやって動くとナイフが飛んできます。鏡の中のマリオネットがね動き出します。あー、これが昔は本当怖かったんですよね。これをね小学校低学年の時にやってたんですよ俺で、これねエボリー&アイボリーね、これ超かっこいい。これ弾無限です。これ音楽鳴り合ってないってことはまだどっかにいるはずなんですよ。あ、こいつかな。ちょっと待って、降りれん。このゲームマジでジャンプに関する操作性が悪すぎる。オラオラオラっつって、この頃はまだそんなスタイリッシュ性はないですね。で、どこかな、ここかな。ここ、あれ、なんか鎧の場所、ここ違うか。あ、違う、あれだ、古びた鍵使うから一回戻れってことか。ん、ごめんなさい、ほんとぐだってます。こっちか。あれ、違う、またいるし。なんかまだ BGM 流れてんな。まあいいや、無視して、こっちかな。あ、こっちだ、こっちだ。んで、あのさっきのね、青い扉、ちょっと待って、定点カメラ動きしづれさあここです。あ、懐かしい。ここもいっぱいマリオネットありますね、上にね。で、ここ攻撃するとなんかエレベーターみたいなのが動くんですよね、確かね。ほら、エレベーター。さあマリオネットが見えますね。これもうこっちは先制攻撃できない、できなかったわ。さあ雑魚敵がたくさんいます。もう三角押してるだけですね。エボニー&エボリーもちゃんと使っていこう。この頃はまだほんと三角押すだけでいいな。後半結構難しくなってるような気がするんだよな。いや、この頃はね、この頃ね、昔はね、小学校低学年の頃は本当にもうビクビク震えながらやってましたからね、懐かしい。超ダンってちっちゃくなってる。四角連打、四角連打。はい、まだ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 簡単ですね。確かデビルメイクライ1って割と難易度高めだった気がするんだよな。どこ行きゃいいんだ。行けないよな。また戻れってこと、そういうことか。何のために来たんで。じゃあ確か登るとね、ほらね覚えてるわ、まだまだ覚えてるわ俺。うるる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 。お、なんかガードしてきた。いってね、こんな感じで割と減るんですよ。あれ、弾切れ違うか。なんだお前、生意気にガードしやがって。だから R1 押さないと撃てないのか。それとばしっかり回収して、あ、これで雑魚敵倒すことによってなんか封印解けた新しい場所行けるってことか。まあしっかりレッドオーバーね回収してって、あ、これ体力回復っすね。
お、ミッションクリア。まあ、こんな感じですね。はい。で、あのね、このゲーム途中で死んじゃうとね、あのミッションまたやり直しっていうね、結構めんどくさくなるんですよね。クリア、クリア、なんだっけ、クリアランクでもらえるレッドオブの数とかも決まります。まあ、とりあえずセーブしてね、今回はここまでにしようかな。いや、まだ多分さすがに早いから、もう1ミッション行こうか。もう1ミッション行きまーす。死をつかさどりし裁判官。これでパワーアップですね。なんだっけ。あー、なんか覚えてるな。まあ、よくわからんからまだいいや。さあ、次のミッション行きましょう。なんか俺、ここがすごいね、昔は怖かったような気がするんだよな。なんか覚えてる、螺旋階段みたいなところで雑魚敵がいっぱい出てくるみたいな。あ、出てきた、ほら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 。生意気にガードしてきやがるな、こいつら。しかも地面に耐久高いんだよな、こいつらな。なかなか死なねえ。ガードやめろよ、お前。おい。雑魚敵、ずっと出てくる。これデビルメイクラー1の特徴ね。しつこいほど雑魚敵が出てくる。そして雑魚敵の耐久も地味に高い。お前本当にどんだけ出てくるの、無限増殖かよってくらい出てくるかな、こいつら。オッケー、まだ出てくるか、お前ら。やべえだろ、何この量。早く早く死ね、お前ら。行って、ほら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 、まだ出来上がる。ここ通るたびずっとこの戦闘あるからね。よし、これで終わりだろう。まあ、まだね、あの全然慣れてないんで下手くそですけど、お許しください。この上はいけないのか。さあ、いかにもな場所ですね。すごい雰囲気が出てる。この木壊せなかったっけ。壊せないか。なんかある。あ、これ鍵取るとなんか出てくるんだっけな。死神みたいなの出てきたような気がするんだよな。気のせいだっけ。なんか出てくるような気がする。何も出てこなかったわ。で、ここまた通るたびに、あのマリオネット戦わないといけないというね。これなんだっけ、これ。我が名は、あー出た、この、これかっこいいんで皆さん見ててください、このムービー。はい、殺されます。だけど、ここはやはりダンテ、元祖主人公。そんな簡単には死にません。やべえだろこれ。絵のとこまで貫通すんの、すげえな。こんな演出だったっけ。これやばいだろ。さあ、雷の力をまとって、なんか上のやつ割れたけど、これいけるようになるんじゃね。なんないんかな。あなんかこれ昔見た時はすげえかっこよく見えたけど、今見るとなんか間抜けだな。何やってんだこいつ。あ、かっこいい。あ、ここだけはかっこいい。さあ、新しい剣をゲット。これが確か非常に強かった気がするんだよね。アラストでね。自傷ダメージみたいなのあんだっけな。
あ、ラストになってんのか。よし。あ、剣の振りが速くなってますね、多分。あ、そうそう、これね、貯めるといろんなこれ出せるなんだ。そう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 、思い出した。さあ、新しい剣をね、このクソマリオネットどもに。あ、出てこなかったわ。ビビってやがんな。あー、マリオネット吊るされてるの見える。もう吊れた糸を断ち切って、まあ、結構知らない方多いと思いますけどね。え、やってねえよそんなこと。うら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 。あ、そうそう、これどうやんだっけな。なんかね、悪魔になれるんですよ。どこのボタンで。あ、出た、ほら、悪魔になった。悪魔に、あの左上のなんか変なさ、あの文字書いてあるじゃないですか。あそこが満タン。いって、待って、死ぬ。冗談抜きで割とこれ難易度高いな、やっぱりデビルメイクライ1は。まあ、俺は一応ダークソウルとかもね、割と難易度高いゲームは一応全部クリアしてるんで、まあそんな簡単にやられませんよ。はい、ほんと雑魚敵多いな。おい、お前らよ、いつ出てくんだお前。どうせ死ぬんだからよ。なあお前、やられきってんのか、この野郎。おい、出たカード。あ、これもあんだ。なんかディレイかける、あの幅によって技変わりますね。だってここら辺体力回復アイテムなかったっけ。ねえや。いで、え、ダメなん。おお、なんか乗ったら降ってきた。なんだ、もう一回。なんか今見えなかったエフェクト。いいや。あ、なるほど、ここ行くのか。おお、すげえ。で、あ、ここか。あ、封印された。これ確か雑魚的に全部倒さないと出れないみたいなやつじゃなかったっけ。多すぎだろ。ちょっと待ってビビった、さすがに多すぎる。もうここからもうアンチからもこんなのずっと撃つしかねえだろ。ガードされてる時超えるけど、来たやつは剣で切る。あ、死ねだみんな。何時が力で何時、こういうことか。謎解き要素結構多めですね。で、どういうこと、意味わかんないこと言ってんな。どういうこと。あ、丸押せばいいのか。さあ、あれ違ったわ。なんかそろそろボス戦のような気がするんだよな。あれ、ここあそこじゃん。これ上行けばいいの。あれ、ちょ、定点カメラ移動がおかしくなる。あー、出た。多分これ死神出てきますよ。ネタバレになっちゃいましたけども、なんかこいつらすごい強かった記憶があるんだよな。いってちょっとちょっとエボニアンダイボリーしかいけねえ。よしよしよし、
エボニアンドエボリもっと軽く高めに設定してくれよ、マジで。ちょ、こいつ強い、割と。やべ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 、いって、いって、待って、死ぬがちで。ちょ、悪魔になろう。悪魔になったエボニアンドエボリやばかったけど、超かっこいい。ちょっと待って、死ぬ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 、冗談抜きで死ぬ、冗談抜きで死ぬ。あと1匹死んだ、いいね。あ、2匹死んだ、お前も死ねー。レッドオブ回収しつつ、どこ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 、早く死ね。よし、 OK。 やべえな、結構序盤でも割とつまずいてはいないけども、まあ、結構ね、あの瀕死な状態になったり結構危ない。あーでだ、こいつらもなんか殺さないとダメなんだっけな。これ確かね、エボニアンドエボリで よかった。ギャップ、おい、ちょ、まずそこの下のやつ、な、何やってんの、何やってんの、どこ撃ってんの。まあいいや、もうで、どこ行くんだっけな、な、なんだっけな、これ。なんか杖を手に入れたじゃん。あれ、なんか増えてる。やべ、割と死にかけやばい。あと何発かもらったら死ぬ。やべって、マジで。ちょ、回復回復、やばいやばいやばい。これはちょっと集中して喋れないかも。ちょ、回復回復、オッケーオッケーオッケー。お前らほんとどんだけ湧いてくんだよ。死ね、お前、まだ湧くのか、お前ら。でも多分雑魚敵が湧くってことは正しい道行ってるんじゃないかな。あ、まだ行けないか、ここ。赤し、待って、この、こっからさ、いちいち行くのめんどくさいんだけど、あ、こっから行けるんじゃね？なにこれ。なんか行ってるけど、こっから行けないかな？あ、無理か。おとなしく、あっちから行くか。ここでね、たまに落ちるんですよね。それもめんどくさい。さあ、よし、行けた。んで、またいるしよ、お前。待って、これもうアンチから。ちょっとちょっと、お前、早い早い早い。こういう縦に伸びた場所だとすごい強いな。よし、しっかりレッドオブ回収して、で、なんかここにぶっ刺すんじゃないかな。違うわ。ん、全然覚えてねえや。で、どこ行くんだこれ。あ、ここで使うっぽい。よし、
よし、クリアした。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。